矢野さんさん、はい、今日解禁になった新しいモレリアについて教えてください。はい、本日解禁となったミズノのモレリアネオ4ジャパンになります。まずはこちら、今回のモレリアネオ4ジャパンは、定番カラーとなりますので予約がございます。そして発売日は9月15日となります。続いてミズノのモレリアネオ4ベータジャパンオーラムカラーになります。こちらです。はい、こちらは、限定カラーとなります。そして発売日は9月15日となりますからね。ですので、ね、ぜひ皆さん店頭で、試着して選んでみてください。矢野さんさん、はい、モレリアネオ4ベータについて教えてください。はい、こちらがミズノのモレリアネオ4ベータジャパンになります。ですよ。で、今回のこのモレリアネオ4ベータ、もともとなぜできたかというと、世界ではこのカンガルーだったりとかこのメッシュを使ったスパイクっていうのはたくさんあるんですよね。これをミズノが本気で世界と戦うために作った形がこのモレリアネオ4ベータジャパンになります。はい、なのでミズノはこのフィッティングとこの軽さっていうのを両立させたのがこのスパイクなんです。じゃあね、細かい解説しますよ。はい、まず、はい、前足部分はカンガルーの柔らかいアッパーになります。そしてこの中足部分は日本製の柔らかいフィット感のいいメッシュ素材、そしてこれは伸縮性のあるニットですよ。で、この中足部分のメッシュには実は中にちゃんとフレームが入ってて、ただ柔らかいだけじゃなくて履き馴染んでもしっかりホールドしてくれるっていうのがこのシューズの特徴です。はい、そしてアウトソールはね、土人工芝天然芝どこでも履けるアウトソールですよ。はい、これがベータになります。そしてこのモレリアネオ4ベータジャパンはこのカラーは基本的には定番モデルになります。ただ半年に1回のオーダーしかできないので、日本で発売される数っていうのは非常に限られるんですね。なのでね、すごく貴重なモデルになりますからね。ただね、日本でちゃんとこのベータ発売されますので、ぜひ皆さんね、店頭で試着して選んでみてください。